大学時代、よく散歩をした公園には鳩がたくさんいた。舗装された道に一体何がそんなに落ちているのか、やたら歩き回っては地面をくちばしでつついていく。中でもよく俺が腰掛けてぼーっとしていたベンチの近くに、いつも鳩が群れをなしている一角があった。何羽もの鳩がしきりに地面をつついては何かをついばんでいる。このベンチに座って弁当の残りカスでも投げている人でもいるんだろうと思っていた。2回生の春、サークルの新入生歓迎コンパを兼ね、その公園の芝生に陣取って花見をした。綺麗な桜が咲いていた。別に変なサークルではなかったが、一人オカルトの神のような先輩がいて、俺は師匠と呼んで慕ったり見下したりしていた。その師匠が珍しく酔っ払ってダウンしていた。誰かがビール片手に、最初に桜の下には死体が埋まってるって言ったのは誰なんだろうなと言った。すると師匠がむくっと起き上がって、桜の下に埋まってる幸せな奴ばかりとは限るまえと、ろれつの回らない舌でまくし立てた。すぐに他の先輩たちが師匠を取り押さえた。暴走させると新入生が引くからだ。俺は少し残念だった。ちょっと休ませてきますよと言って、いつも座っているベンチまで連れて行き横にならせた。しばらくしてから水を持って隣に腰掛けた。さっきは何を言おうとしたんです？師匠は荒い息を吐きながら、そこ、鳩がいるだろ、と指を指した。ふと見ると、すでに日が落ちて暗い公園の中に鳩らしい影がうごめいていた。一斉に鳩たちは顔を上げて、小さな二つの光がたくさんこちらを見た。お前に大事なことを教えてやろう。酔っているせいか、師匠がいつもと違う口調で俺に話しかけた。思わず身構える。いや、前にも言ったかな。人間が死んだらどこへ行くと思う？はあ、あの世ですか？師匠は深いため息をついた。どこにも行けないんだよ。なくなるか、そこにあるかだ。よくわからない。師匠はいろいろなことを教えてくれはするが、こんな哲学的なというか、宗教かかったことを言うのは珍しかった。だから、隣にいるんだ。人間にとっての幽霊とか、そういうもののことを言っているのだと気づくまで少し時間がかかった。そこで鳩に食われてる奴だって、亡くなるまであって、それで終わりだ。え？目をこすったが何も見えない。すごく弱い奴だ。もう消えかかってる。鳩は何を食ってるかわかってないけど、食われてる方は、食われたらなくなるって思ってる。だから消える。わかりません。大抵の鳥は普通に人の霊魂が見えるんだぜ、と師匠はつぶやいた。いつも鳩が集まっていたところで昔人が死んだというのだろうか。ほんの少し離れてるだけなのにな。鳩に食われるより桜に食われた方がマシだ。酒臭いため息をつきながらそう言ったっきり、師匠は黙った。芝生の向こうではバカ騒ぎが続いている。師匠は自分が死ぬ時のことを考えたことがありますか？いつも聞きたくて、なんとなく聞けなかったことを口にした。同じさ。とんでもない悪霊になって亡くなるまであって、それで終わり。ワンステップ多かったが、俺は流した。
大学2年の夏休みに知り合いの田舎へついて行った。師匠と仰ぐオカルト好きの先輩のだ。師匠はそこで何か薄気味悪いものを探しているようだったが、俺は特にすることがなくて、妙に居心地の悪い師匠の親戚の家にはあまりいず、毎日何もない山の中でひたすら暇を潰していた。4日目の夜は満月だった。晩ご飯を居候先で食べ終えた俺は、早速どこかに消えた師匠を放っておいて、いずらいその家から散歩に出た。特にあてもなく散策していると、ふと通りがかった場所で、かすかな違和感を覚えて立ち止まった。やや奥まった山中とはいえ、月明かりに照らされていて、昨日も一昨日も通りかかった小さな沢なのだが、枯れ沢だったはずが、今は不思議なことにキラキラと光が揺れている。近くに寄ってみると、確かに昨日まで枯れていた沢に水が湧いていて、綺麗な月が水面に映っていた。このところ雨も降っていないのになぁ、と首をかしげながら居候先の家に帰ると師匠も帰ってきていた。早速そのことを話すと、それは月の湧く沢だよ、という。どうやらこの辺りでは有名な沢で、普段は枯れているが、満月の夜にだけ湧き水で溢れるのだという。どうしてそんな不思議なことが起こるんだろうと思っていると、師匠はあっさりと言った。この村から標高で300メートルくらい下がったところにダム湖があるんだけど、多分そのせいだと思う。あれができてから湧き水の場所も随分変わったと年寄りは言ってる。地下水脈の流れが変わったんだよ。しかし湧いたり枯れたりというのは変な気がする。しかも満月の夜にだけ湧くというのはできすぎている。ところが、潮汐力だよ、と、またも師匠はあっさり言った。月の引力が地球に与える影響はわずかなものだが、液体である海などはもろにその影響を受ける。潮の満ち引きがその代表で、その力を潮汐力と呼ぶ。そして満月の日はその力が最大になり、大規模なダム湖もまたその影響を受けたのではないかと師匠は言うのである。湖水のわずかな圧力の変化がダム湖に流れ込む地下水への圧力の変化となり、湧き水に微妙な影響を与えたんじゃないかな。なるほど。引っかかるところもあったとはいえ、俺はその答えに素直に感心した。ただね、この村ではあの沢はあくまでも月の湧く沢であって、そんな無粋な構造によるものじゃない。こんな言い伝えがあるんだ。あの沢に湧いた月を飲んだ者には霊力が宿る。ロマンチックな話だ。でも霊力という響きに不吉なものを感じたのも確かだ。案の定師匠は言った。じゃ、行こうか。暗がりの中を懐中電灯を絞って俺たちは進んだ。沢はそんなに遠くない。よそ者の二人がこんな時間にこそこそ出歩いているのを見られたら、ますます居づらくなりそうだったが、幸い誰ともすれ違わなかった。沢に着くと俺はほっとした。ひょっとすると幻のように水が消えているのではないかという気がしていたのだ。山の斜面に寄り添うような水面に満月がゆらゆらと揺れている。師匠は沢の縁にかがみ込んで目をランランとさせながら眼下の月を見ている。俺は潮汐力だよといった師匠の答えに抱いた引っかかりのことを考えていた。理科は苦手だったが、確かにそんな力が存在することは知っている。しかし、潮汐力が最大になるのは満月の日だけだっただろうか。おぼろげな記憶ではあるが、確か月の消えた新月の日にも
潮汐力は最大になるのではなかったか。では、満月の日にだけ湧くというこの沢は一体何だ。師匠の目が乱々としている。何より師匠の目が潮汐力という答えを否定しているようだった。俺は得体の知れない寒気に襲われた。ポチャという音を立てて師匠が沢の水をすくっている。飲む気だ。師匠はすくい取った手のひらに満月を見ただろうか。一心不乱に水を飲み始めた。何度も何度も手を差し入れて。俺は立ち尽くしたままそれを見ている。やがて信じられないものを俺は見てヘタヘタと座り込んだ。気がつくと師匠の手が止まっていて、その下には水面が揺れている。月がもう映っていなかった。消えた。俺は逃げ出したくなる気持ちを抑え、その出来事に合理的な解釈を与えようとしていた。潮汐力だよ、という、そんな力強い言葉のような。動けないでいると師匠が何事もなかったかのように歩み寄ってきて、もう月も飲んだし帰ろう、と言った。その瞬間わかった。へたり込んだまま空を見上げて、俺はバカバカしくなって笑った。いつの間にか空は曇って月は隠れていたのだ。本当にバカバカしかった。新月の謎さえ忘れていれば。次の日、師匠があっさり教えてくれた。あのダムはね、30日ごとに試験放流をするんだ。その周期と満月の周期とがたまたま被っているというのだ。月の満ち欠けが一周するまでの期間を朔望月と言い、平均するとおよそ 29.53 日。30日ごとの試験放流では、1年で6日ほどずれが生じるはずだが、放流予定日が休日だった場合は、その前日に前倒しすることになっており、その周期が朔望月に近づくのだという。でも、ぴったり満月の日にあの沢が湧くのは珍しいけどね。力が抜けた。地下水の圧力変化の原因は潮汐力ですらなく、ただのダムの放流だった。要するに担がれたわけだ。しかし、あの夜起こったことの本当の意味を知った時には、もう師匠はいなかった。数年後、師匠の謎の失踪の後、あの夜のことを思い出して、まだ一つだけ解けていない謎に気がついたのだ。あの夜、俺と師匠は懐中電灯を絞って沢に向かった。月の湧くという沢に。空はいつから曇っていたのか。ああ、夏が終わる前にすべての話を書いてしまいたい。もう書かないと言った気がするが、そうして終わりたい。俺、いろいろやばいことしたし、やばいところにも行ったんだけど、幸い取り憑かれるなんてことはなかった。一度だけ覗けば。大学一年の秋頃、サークルの仲間とこっくりさんをやった。俺の下宿で。それも本格的なやつ。俺にはサークルの先輩で、オカルト道の師匠がいたのだが、彼が知っていたやり方で半紙に墨であいうえおを書くんだけど、その墨に参加者の唾を混ぜる。あと鳥居のそばに置く酒も2日前から縄を張って清めたやつ。いつもは軽い気持ちでやるんだけど、師匠が入るだけで雰囲気が違ってみんな神妙になっていた。初めて10分くらいして何の前触れもなく、部屋の壁から白い服の男が出てきた。青白い顔をして無表情なんだけど、
説明しにくいが、魚のような顔だった。俺は固まったが、他の連中は気づいていない。こっくりさん、こっくりさん、と続けていると、男はこっちをじっと見ていたが、やがてまた壁に消えていった。消える前にメガネをずらして見てみたが、輪郭はぼやけなかった。なんでそうなるのか知らないが、この世のものでないものは、裸眼、コンタクト、関係ない見え方をする。内心ドキドキしながらも、こっくりさんは無事終了し、解散になった。帰る間際に師匠に、あれ、何ですか?と聞いた。俺に見えて師匠に見えないなんてことはなかったから。しかし、わからん、の一言だった。その次の日から、奇妙なことが俺の部屋で起こり始めた。ラップ音くらいなら耐えられたんだけど、怖いのは夜ゲームとかしていて、何の気もなく振り返ると、ベッドの毛布が人の形に盛り上がっていることが何度もあった。それを見てビクッとすると、すぐにスーッと毛布は元に戻る。他には耳鳴りがして窓の外を見ると、だいたいあの魚男がスッと通るところだったりした。見えるだけならまだいいが、毛布が実際に動いているのは精神的にきつかった。もうげっそりして師匠に泣きついた。しかし師匠が言うには、あれは人の霊じゃないと。人の霊なら何がしたいのか、何を思っているのか大体わかるが、あれはわからない。単純な動物霊とも違う。一体何なのか。正体というと変な感じだが、とにかく全く何もわからないそうだ。時々そういうものがいるそうだが、絶対に近寄りたくないという。頼りにしている師匠がそういうのである。こっちは生きた心地がしなかった。こっくりさんで呼んでしまったとしか考えられないから、またやればなんとかなるかと思ったけど、それはやめとけ、と師匠。結局半月ほど悩まされた。時々見える魚男は恨めしい感じでもなく、強いて言えば興味本位のような悪意を感じたが、それもどうだかわからない。人型の毛布もきつかったが、夜閉めたドアの鍵が朝になると開いているのも勘弁してほしかった。夜中、ふと目が覚めると、暗闇の中でドアノブを握っていたことがあった。自分で開けていたらしい。これはもうノイローゼだと思って部屋を引っ越そうと考えてた時、師匠がフラッとやってきた。3日ほど止めろという。その間なぜか一度も魚男は出ず、怪現象もなかった。帰る時、多分もう出ない、と言われた。そしてやたらとため息をつく。体が重そうだった。何がどうなっているんですか?と聞くと、しぶしぶ教えてくれた。丸々山の隠れ道祖神ってのあるだろ。結構有名な心霊スポットだった。かなりやばいところらしい。うなずくと、あれ、ぶっ壊してきた。絶句した。もっとやばいのがついてる人が来たから、魚男は消えたらしい。半分やけくそ気味で、ついでに俺の問題を解決してくれたという。なんでそんなもの壊したのかは教えてくれなかった。師匠は、まあ、こっちはなんとかする、と言って力なく笑った。大学一年の夏の初め頃、当時俺の部屋にはクーラーはおろか扇風機もなくて毎日が地獄だった。そんな熱帯夜にある日電話がかかってきた。夜中の1時くらいで、誰だこんな時間に、と切れ気味で電話に出た。すると電話口からはゴボゴボゴボという水のような音がする。
水の中で無理やり喋っているような感じだ。混戦か何かで声が変になっているのかと思ったが、喋っているにしては間が空きすぎているような気がする。活字にしにくいが、あえて書くならゴボゴボゴボシュゴボシュシュゴボゴボリ。いつもならゾーッとするところだが、その時は暑さでイライラしていて頭から湯気が出ていたので、うるせえな、誰じゃいこらと言ってしまった。それでも電話は続き、ゴボゴボと気泡のような音が定期的に聞こえた。俺も意地になって、誰だ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 と繰り返していたが、10分くらい経っても一向に切れる気配がないので、いい加減馬鹿らしくなってこっちからぶち切った。それから3ヶ月くらい経って、そんなことをすっかり忘れていた頃に、留守電にあのゴボゴボという音が入っていた。録音時間いっぱいにゴボゴボシュゴボ。気味が悪かったので消そうかと思ったが、なんとなく友人たちの意見を聞きたくて残していた。それで3日くらいしてサークルの先輩が遊びに来るというので、そのゴボゴボ以外の留守録を全部消して待っていた。先輩は入ってくるなり、すまん、このコーヒー飲んで。自販機の缶コーヒーを買ってくるつもりが、なぜかあったかーいの方を間違えて買ってしまったらしい。まだ9月で残暑もきつい頃だ。しかし例の留守電を聞かせると、先輩はホットコーヒーを握りしめてふうふう言いながら飲み始めた。先輩は異様に霊感が強く、俺が師匠と仰ぐ人なのだが、その人がガタガタ震えている。もう一回回しましょうか、と俺が電話に近づこうとすると、やめろ、と凄まれた。これ、水の音に聞こえるのか。青い顔をしてそう聞かれた。え、何か聞こえるんですか。生き量だ。まともに聞いてると寿命縮むよ。今も来てる、首が。俺には心当たりがあった。当時、俺はある女性からストーキングまがいのことをされていて、相手にしないでいるとよく、睡眠薬を飲んで死ぬみたいなことを言われていた。顔が見えるんですか？女じゃないですか？そう。でも顔だけじゃない。首も。窓から首が伸びてる。俺はゾッとした。生き霊は寝ている間、本人も知らないうちに首が伸びて、愛憎を募る相手のもとへやってくると聞いたことがあった。なんとかしてください。俺が泣きつくと、先輩は逃げ出しそうな引き腰でそわそわしながら、とにかくあの電話はかかってきてももう絶対に聞くな。本人が起きてる時にちゃんと話し合うしかない。そこまで言って天井あたりを見上げ目を見張った。しかもただの眠りじゃない。これは下手したらこのまま死ぬぞ。見ろよ、首がちぎれそうだ。俺には見えない。引き止めたが、先輩は帰ってしまったので、俺は泣く泣くストーキング女の家に向かった。以降のことはオカルトから逸脱するし話したくないので割愛するが、結局俺はそれから丸2年ほどその女につきまとわれた。正直ゴボゴボ電話より睡眠薬自殺未遂の実況中継された時の電話の方が怖かった。大学1年目のゴールデンウィーク頃から、僕はあるネット上のフォーラムによく顔を出していた。
地元のオカルト好きが集まるところで、深夜でも常に人がいて結構盛況だった。梅雨も半ばというところに、そこで高齢実験をしようという話が持ち上がった。常連の人たちはもう何度かやっているそうで、オフでの交流もあるらしかった。オカルトにはまりつつあった僕は、なんとか仲間に入りたくて、入れて入れて、いつでもフリー、超暇、とアピールしまくって OK が出た。中心になっていたココさんという女性が、彼女曰く霊媒体質なのだそうで、彼女が仲間を集めて恒例オフをよくやっていたそうである。日にちが決まったが、都合がつく人が少なくて、ココ、ミカッチ、京介、僕というメンバーになった。人数は少ないが、3人とも常連だったので、いいっしょ。もちろん依存はなかったが、僕は新入りのくせにある人を連れて行きたくてうずうずしていた。それは僕のサークルの先輩で、僕のオカルト道の師匠であり、霊媒体質でこそないが、いわゆる見える人だった。この人の凄さに心酔しつつあった僕は、オフのメンバーに自慢したかったのだ。しかし師匠に行こうと口説いても、頑として首を縦に振らない。めんどくさい。バカバカしい。ごもりなんぞできん。僕は何とか説得しようと詳しい説明をしていたら、ココさんの名前を出したところで師匠の態度が変わった。やめとけというのである。なぜですか？と聞くと、痛い目に遭うぞ。口ぶりからすると知っている人のようだったが、こっちは怖い目に遭いたくて参加するのである。まあ、とにかく俺はいかん。何が起きても知らんが、行きたきゃ行け。師匠はそれ以上何も教えてくれなかったが、師匠のお墨付きという思わぬところからのオフの楽しみができた。当日、市内のファミレスで待ち合わせをした。そこで夕食を食べながら、オカルト談義に花を咲かせ、いい時間になったら会場であるココさんのマンションに移動という段取りだった。ココさんは綺麗な人だったが、抑揚のない喋り方といい、気味の悪い印象を受けた。ミカッチさんはよく喋る人で、ココさんは時々それに相づちをこっくり打つという感じだった。驚いたことに、二人とも僕の大学の先輩だった。京介はバイトがあるから、後で直接うちに来るよ、と、ココさんが言った。僕はなんとなく、恋人同士なのかな、と思った。そして、夜の11時を回る頃、ミカッチさんの車で3人でマンションに向かった。京介さんからさらに遅れるという連絡が入り、もう始めようということになった。僕は俄然ドキドキし始めた。ココさんはマンションの一室を完全に目張りし、一切の光が入らないようにしていた。こっくりさんなら何度もやったけれど、こんな本格的なものは初めてだ。恒例実験とも言うが、恒例実験とはつまり、霊を人体に下ろすのである。真っ暗な部屋に入ると、ぽっとろうそくの火が灯った。では、始めます。ココさんの表情から、一切の感情らしきものが消えた。今日は、初めての人がいるので説明しておきますが、これから何が起こっても決して騒がず、心を平静に保ってください。心の乱れは必ず良くない結果を招きます。ココさんは淡々と喋った。ミカッチさんも押し黙っている。僕は内心の不安を隠そうと、こっくりさんのノリで、窓は開けなくてもいいんですか？と言ってみた。ココさんは能面のような顔で僕を睨むと囁いた。窓は霊体にとって結界ではありません。通り抜けることを妨げることはないのです。しかしこれから行うことは
私の体を檻にすること。うまく閉じ込められればいいのですが、万が一。そこで口をつぐんだ。僕はやり返されたわけだ。逃げ出したくなるくらい心臓が鳴り出した。しかし、もう後戻りはできない。恒例実験が始まった。僕は言われるままに目を閉じた。ろうそくの火が赤くぼんやりとまぶたに映っている。どこからともなくココさんの声が聞こえる。ここはあなたの部屋です。見覚えのある天井、窓の外の景色。さあ、起き上がってみてください。伸びをして立つ。すると視界が高くなりました。あたりを見渡します。扉が目に入りました。あなたは部屋の外に出ようとしています。これはあれではないだろうか。目をつぶって頭の中で自分の家を巡るという。そしてその途中でもしもという心理ゲームだ。始める直前にココさんが言った言葉が頭をかすめた。普通は霊媒に降りた後、残りの人が質問をするという形式です。しかし私のやり方ではあなた方にも直接会ってもらいます。僕は事態を飲み込めた。恐怖心は最高潮だったが、こんな機会は滅多にない。沈まれ心臓、沈まれ心臓。僕はイメージの中へ没頭していった。クッという変な音がして、ココさんが体を震わせる気配があった。手をつないでください。ワニ。目を閉じたまま、手探りで僕らは手をつないだ。ふっという音とともに、ろうそくのほてりがまぶたから消え、完全な暗闇が降りてきた。かすかな声がする。あなたは部屋を出ます。廊下でしょうか？キッチンでしょうか？いつもと変わりない、見慣れた光景です。あなたは十分見回した後、次の扉を探します。僕はイメージの中で、下宿ではなく、実家の自室にいた。すべてがリアルに思い描ける。廊下を進み、両親の寝室を開けた。窓から光が差し込んでいる。畳に照り返して僕は目を細める。僕は階段を降りた。キシキシきしむ音。手すりの感触。すぐ左手に襖がある。客室だ。いつも雨戸を下ろして昼間でも暗い。僕は子供の頃ここが苦手だった。かすかな声がする。あなたは歩きながら探します。いつもと違うところはないか。いつもと違うところはないか。いつもと違うところはないか。僕は客間の電気をつけた。真ん中の畳の上に切り取られた手首が落ちていた。僕は息を呑んだ。人間の右手首。切り口から血が滴って畳を黒く染めていた。この部屋にいてはいけない。僕はキビスを返して部屋を飛び出した。廊下を突っ切り一階の居間に飛び込んだ。ダイニングのテーブルの上に足首が転がっていた。僕は後ずさる。まずい。失敗だ。この霊はやばい。もう限界だ。僕は目を開けようとした。開かなかった。僕は叫んだ。出してくれ！だが、その声は誰もいない今に響くだけだった。僕は走った。家の勝手口に僕の靴があった。
吐く余裕もなくドアをひねる。だが、押そうが引こうが開かない。出してくれ。ドアを両手で激しく叩いた。どこからともなく、かすかな声がする。しかしそれはもう聞き取れない。僕は玄関の方へ走った。途中で何かにつまずいて転んだ。痛い、痛い、本当に痛い。つまずいたものをよく見ると、両手足のない人間の胴体だった。玄関の扉の郵便受けがガタンと開いた。何かが隙間から出てこようとしていた。僕はここで死ぬ。そんな予感がした。その時、チャイムの音が鳴った。ピンポン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 。続いて、ガチャッという音とともに、明るい声が聞こえた。おーす、やってるか。気がつくと、僕は目を開いていた。暗闇だ。だが、間違いなくここは、ココさんのマンションだ。おーい、ここか？部屋のドアが開き、蛍光灯の眩しい光が差し込んできた。おっと、邪魔したか？すまんすまん。助かった。安堵感で手が震えた。光を背に扉の向こうにいる人が女神に見えた。その時、ココさんが、邪魔したわ。小さくつぶやいたのが聞こえた。僕は慌ててココさんから手を離した。僕は全身に嫌な汗をかいていた。僕は後日、師匠の家で事の顛末を大いに語った。しかし、この恐ろしい話を師匠はクスクス笑うのだ。そいつは見事に引っかかったな。何がですか？僕は膨れた。それは催眠術さ。は？その心理ゲームは本来そんな風に喋り続けてイメージを誘導することはない。いつもと違うところはないかなんてな。僕は納得がいかなかった。しかし師匠は断言するのだ。種を明かすと俺が頼んだんだ。お前が最近調子に乗ってるんでな。ちょっと脅かしてやれって。やっぱり知り合いだったんですか？僕はげんなりして、へそのあたりから力が抜けた。しかし、ハンドルネーム京介で女の人だったとは、僕はてっきりココさんの彼氏かと思いましたよ。このつぶやきにも師匠は笑い出した。そりゃそうだ。ココは俺の彼女だからな。翌日、サークルボックスに顔を出すと、師匠とココさんがいた。この間はごめんね。やりすぎた。頭を下げるココさんの横で師匠はニヤニヤしていた。こいつ幽霊だからな。同じサークルでも初対面だったわけだ。ココさんは、昼の日の下に出てきても青白い顔をしていた。ま、お前も霊媒だのくだらんこと言って人を騙すなよ。俺が催眠術の触りを教えたのはそんなことのためじゃない。ココさんはヘイヘイと大兵に返事をして僕に向き直った。カヤのアリクと言います。よろしくね、後輩。それ以来、僕はこの人が苦手になった。その後で師匠はこんなことを言った。しかし、手首だの胴体だのを見たってのはおかしいな。いつもと違うところはないかと言われて、お前はそれを見たわけだ。お前の中の幽霊のイメージはそれか？もちろんそんなことはない。なら、いずれそれを見るかもな。どういうことですか？ま、おいおいわかるさ。師匠は意味深に笑った。
大学2回生の夏休み、オカルトマニアの先輩に面白いものがあるからおいでと言われた。師匠と仰ぐその人物にそんなことを言われたら行かざるを得ない。のこのこと家に向かった。師匠の下宿はボロいアパートの1階で、相変わらず鍵をかけていないドアをノックして入ると、畳の上に座り込んで何かをこねくり回している。トイレットペーパーくらいの大きさの円筒形、金属製の箱のようだ。表面にサビが浮いている。その箱面白いんですか？と聞くと、開けたら死ぬらしい。この人は一変死なないとわからないと思った。開けるんですか？開けたいけど開かない。見ると箱からは小さなボタンのような出っ張りが前面に出ていて、円筒の上部には鍵穴のようなものもある。ボタンを正しい順序で押し込まないとダメらしい。師匠はそう言って夢中で箱と格闘していた。開けたらどうして死ぬんですか？さあ。どこで手に入れたんですか？バツバツ氏の骨董品や。開けたいんですか？開けたい。けど、開かない。死ぬとこ見てみて。俺はパズルの類は好きなので、やってみたかったが我慢した。ボタンは50個ある。何個連続で正しく押さないといけないのかわからないけど、音聞いてる限り、だいぶ正解に近づいてる気がする。その鍵穴は何ですか？そこなんだよ。師匠はため息をついた。二重のロックになっていて、最終的には鍵がないと開かないらしい。ないんですか？いや、セットで手に入れたよ。でも落とした。と悲しそうに言う。どこに？と聞くと、部屋。探せばいいでしょう、こんなクソ狭い部屋。師匠は首を振った。拾っちゃったんだよ。は？意味がわからない。だから、ポケットに入れてたのを部屋のどっかに落としてさ。まあいいや、明日探そうと寝たわけ。その夜、夢の中で玄関に落ちてるのを見つけてさ、拾ったの。バカかこの人は。それで目が覚めて正夢かもと思うわけ。で、玄関を探したけどない。あれと思って部屋中探したけど出てこない。困ってたら、その日の晩、夢見てたら出てきたのよ。ポケットの中から。ちょっとゾクッとした。なんか方向性が怪しくなってきた。その次の朝、目が覚めてからポケットを探っても、もちろん鍵なんか入ってない。そこで思った。夢の中で拾ってしまうんじゃなかった。やっぱ怖えよ、この人。それから、その鍵が僕の夢の中から出てきてくれない。いつも夢のポケットの中に入ってる。夢の中で鍵を机の引き出しにしまっておいて、目が覚めてから机の引き出しを開けてみたこともあるんだけど、やっぱり入ってない。どうしようもなくてちょっと困ってる。信じられない話をしている。落とした鍵を夢の中で拾ってしまったから、現実から鍵が消滅して、夢の中にしか存在しなくなったというのか。そして、夢の中から現実へ鍵を戻す方法を模索しているというのだ。どう考えても気違いっぽい話だが、師匠が言うとあながちそう思えないから怖い。ああ、また失敗。と言って師匠は箱を床に置いた。いい感じだった音が元に戻ったらしい。ボタンのパズルを解いても鍵がないと開かないんでしょ？と突っ込むと、師匠は気味悪く笑った。
ところが、わざわざ今日呼んだのは開ける気満々だからだよ。何やらおかんがして、俺は少し後ずさった。どうしても鍵が夢から出てこないなら、思ったんだよ。夢の中でこれ、開けちまえって。何？何？何を言ってるの、この人。でさ、あとはパズルさえ解ければ開くわけよ。ちょっと待って。青ざめる俺をよそに、師匠はジーパンのポケットを探り始めた。そして、この鍵があれば。その手には錆びついた灰色の鍵が握られていた。その瞬間、硬質な金属が砕けるようなものすごい音がした。床が抜け、世界が暗転して、わけがわからなくなった。誰かに肩を揺すられて光が戻った。師匠だった。冗談、冗談。俺はまだ頭がぼーっとしていた。師匠の手にはまだ鍵が握られている。今ので気を失うなんて。俺の脇を抱えて起こし、さすがだ、と言った。やたら嬉しそうだ。さっきの鍵の意味が一瞬で分かったんだからすごいよ。もっと暗示にかかりやすい人なら僕の目の前で消滅してくれたかもしれない。俺は何も言えなかった。鍵を夢で拾った云々は嘘だったらしい。その日は俺をからかっただけで、結局師匠は箱のパズルを解けなかった。その箱がどうなったか、その後は知らない。師匠は麻雀が弱い。もちろん麻雀の師匠ではない。霊感が異常に強い大学の先輩で、オカルト好きの俺は彼と、旗から見ると気色悪いであろう師弟関係を結んでいた。その師匠であるが、2、3回手合わせしただけでも、その実力のほどは知れた。俺は高校時代からの友人連中とバカみたいに打ってたので、大学デビュー組とは一味違う新入生として、サークルの先輩たちからうざがられていた。師匠に勝てる部分があったことが嬉しくて、よく麻雀に誘ったが、あまり乗ってきてくれなかった。弱みを見せたくないらしい。一回生の夏頃、サークルボックスで師匠と同じ院生の先輩と二人になった。なんとなく師匠の話になって、俺が師匠の麻雀の弱さの話をすると、先輩は、麻雀は詳しくないんだけど、と、前置きして意外なことを話し始めた。何でもその昔、師匠が大学に入ったばかりの頃、健康的な男子学生のご多分に漏れず麻雀に手を出したのであるが、サークル麻雀のデビュー戦で役満麻雀で最高得点の役を上がってしまったのだそうだ。それからもたびたび師匠は役満を上がり麻雀仲間をビビらせたという。僕はそういう話を聞くだけだったから、へえと思ってたけど、そうか、弱かったのか、あいつは。いますよ、役満ばかり狙ってる人。役満を上がることは人より多くても、大抵弱いんですよ。俺がそんなことを言うと、何でも出したら死ぬ役満を出しまくってたらしいよ、と先輩は言った。え？頭に中連ポートという役が浮かぶ。一つの色で、1112345678999みたいな形を作って上がる。麻雀で最高に美しいと言われる役だ。それは作る難しさもさることながら、出したら死ぬという麻雀打ちに伝わる伝説がある。いわくつきの役満だ。もちろん僕も出したことは愚か、拝んだこともない。ちょっとゾクッとした。
麻雀牌も何度か燃やしたりもしたらしい。確かに中連ポートを出した牌は燃やして、もう使ってはいけないとも言われる。俺は得体の知れない師匠の側面を覗いた気がしてひるんだが、同時にピーンと来るものもあった。役満を上がることは人より多くても大抵弱い。さっきの自分のセリフだ。つまり師匠はデビュー戦でたまたま上がってしまった中連ポートに味を占めて、それからもたびたび中連ポートを狙い続けたのだ。めったに上がれる役ではないから普段は負け続け、しかしごくごく稀に成功してしまい、その度牌が燃やされる羽目になるわけだ。俺はその推理を先輩に話した。出したら死ぬなんてあの人の好きそうな話でしょ。しかし俺の話を聞いていた先輩は首をかしげた。でもな、中連ポートなんていう名前だったかな、その役満。そしてうーんとうなる。なんかこう一撃必殺みたいなノリの天中みたいな。そこまで言って先輩は手のひらを打った。思い出した、天宝だ。天宝。俺は固まった。言われてみれば確かに天宝にも出せば死ぬという言い伝えがある。しかし狙えば近づくことができる中連ポートとは違い、天宝は最初の牌が配られた時点で上がっているという完璧に偶然に支配される役満だ。狙わなくても毎回等しくチャンスがあるにもかかわらず、出せば死ぬと言われるほどの役だ。その困難さは中連ポートにも勝る。その天宝を出しまくっていた。俺は師匠の底知れなさを垣間見た気がして背筋が震えた。出したら死ぬなんてあいつが好きそうな話だな。先輩は無邪気に笑うが、俺は笑えなかった。それから一度も師匠とは麻雀を打たなかった。別の世界へのドアを持っている人は確かにいると思う。日常の隣でそういう人が息づいているのを僕らは大抵知らずに生きているし、生きていける。しかし、ふとしたことでそんな人に触れたときに、いつもの日常はあっけなく変容していく。僕にとって、その日常の隣のドアを開けてくれる人は二人いた。それだけのことだったのだろう。大学一回生の頃、地元系のネット掲示板オカルトフォーラムに出入りしていた。そこで知り合った人々はいわばなんちゃってオカルトマニアであり、高校までの僕ならば素直に感心していただろうけれど、大学に入って早々に師匠と仰ぐべき強烈な人物に会ってしまっていたので物足りない部分があった。しかし高齢実験などを好んでやっている黒魔術系のフリークたちに混じって遊んでいると、一人興味深い人物に出会った。京介というハンドルネームの女性で、年齢は僕より2、3歳上だったと思う。ジメジメした印象のある黒魔術系のグループにいる割にはカラッとした人で、背が高くやたら男前だった。そのせいかオフであっても京介、京介と呼ばれていて、本人もそれが気に入っているようだった。あるオフの席で夢の話になった。予知夢だとかそういう話がみんな好きなので盛り上がっていたが、京介さんだけ黙ってビールを飲んでいる。僕がどうしたんですかと聞くと一言、私は夢を見ない。機嫌を損ねそうな気がしてそれ以上突っ込まなかったが、その一言がずっと気になっていた。大学生になって初めての夏休みに入り、僕は水を得た魚のように心霊スポット巡りなどオカルト三昧の生活を送っていた。そんなある日、目を覚ますと見知らぬ部屋にいたのだった。
暗闇の中で寝ていたソファーから体を起こす。服がアルコール臭い。酔いつぶれて寝てしまったらしい。回転の遅い頭で昨日のことを思い出そうと辺りを見回す。厚手のカーテンからかすかな月の光が差し、その中で一瞬闇にきらめくものがあった。水槽とおぼしき輪郭の中に鈍色の鱗がひらめいて、そして闇の奥へと消えていった。なんだかエロティックに感じて妙な興奮を覚えたが、すぐに睡魔が襲ってきて、そのまま倒れて寝てしまった。次に目を覚ました時にはカーテンから朝の光が差し込んでいた。起きろ。目の前に京介さんの顔があって、思わず、え？と間抜けな声を上げてしまった。そんなに不満か？京介さんは状況を把握しているようで教えてくれた。どうやら昨夜のオフでの宴会の後、完全に酔いつぶれた俺をどうするか残された女性陣たちで協議した結果、近くに住んでいた京介さんが自分のマンションまで引きずってきたらしい。申し訳なくて途中から正座をして聞いた。まあ気にするな、と言って京介さんはコーヒーを入れてくれた。その時、部屋の隅に昨日の夜に見た水槽があるのに気がついたが、不思議なことに中は水しか入っていない。夜は魚がいたように思ったんですが。それを聞いた時、京介さんは目を見開いた。見えたのか？と身を乗り出す。うなずくと、そうか、と言って京介さんは奇妙な話を始めたのだった。京介さんが女子校に通っていた頃、学校で黒魔術まがいのゲームが流行ったという。占いが主だったが、一部のグループがそれをエスカレートさせ、怪我人が出るようなことまでしていたらしい。京介さんはそのグループのリーダーと親しく、何度か秘密の会合に参加していた。ある時、そのリーダーが真顔で、悪魔を呼ぼうと思うのよ、と言ったという。その名前のない悪魔は、呼び出した人間のあるものを食べる代わりに最悪を招くのだという。願いを叶えてくれるんじゃないんですか？思わず口を挟んだ。普通はそうだろう。しかし、だからこそやってみたかった、と京介さんは言う。京介さんを召喚者としてその儀式が行われた。その最中に京介さんとリーダーを除いて全員が転換症状を起こし、その黒魔術サークルは以後活動しなくなったそうだ。出たんですか、悪魔は。京介さんは一瞬目をさまよわせて、あれは何なんだろうな、と言ってそれきり黙った。オカルト好きの自分でも悪魔なんて持ち出されるとちょっと引く部分もあったが、要はそれを何と呼ぶかなのだということをオカルト三昧の生活の中に学んでいたので、笑い飛ばすことはなかった。夢を食べるんですね、そいつは。あの気になっていた一言の意味とつながった。しかし京介さんは首を振った。悪夢を食べるんだ。その言葉を聞いて、背筋に虫が這うような気持ち悪さに襲われる。京介さんは確かに、私は夢を見ないと言った。なのにその悪魔は悪夢しか食べない。その意味を考えてゾッとする。京介さんは眠ると完全に意識が断絶したまま次の日の朝を迎えるのだという。いつも目が覚めるとどこか体の一部が失われたような気分になる。その水槽にいた魚は何ですか？わからない。私は見たことはないから。多分、私の悪夢を食べているものか、それとも、私の悪夢そのものなんだろう。
そう言って笑うのだった。京介さんが眠っている間にしか現れず、しかもそれが見えた人間は今まで二人しかいなかったそうだ。その水槽のあるこの部屋でしか私は眠れない。どんな時でも部屋に帰って寝るという。旅行とかどうしても泊まらないといけない時もあるでしょう、と問うと、そんな時は寝ない、とあっさり答えた。確かに飲み会の席でも潰れたところを見たことがない。そんなに悪夢を見るのが怖いんですか、と聞こうとしたがやめた。多分、悪夢を食べるという悪魔が招いた災厄こそその悪夢なのだろうから。僕はこの話をまるまる信じたわけではない。京介さんのただの思い込みだと笑う自分もいる。ただ、昨日の夜の暗闇の中でひらめいた鱗と、何事もないように僕の目の前でコーヒーを飲む人の強い目の光が、僕の日常のその扉へと通じるドアを開けてしまう気がするのだった。魚も夢を見るのだろうか。不意に京介さんはつぶやいたけれど、僕は何も言わなかった。師匠は将棋が得意だ。もちろん将棋の師匠ではない。大学の先輩でオカルトマニアの変人である。俺もまたオカルトが好きだったので、師匠師匠と呼んで付きまとっていた。大学1回生の秋に師匠が将棋をさせるのを知って勝負を挑んだ。俺も多少心得があったから。しかし結果は惨敗。角落ちでも相手にならなかった。一週間後、パソコンの将棋ソフトをやり込んで勘を取り戻した俺は、再挑戦のために師匠の下宿へと乗り込んだ。結果、多少善戦した感はあるが、やはり角落ちで蹴散らされてしまった。感想戦の最中に師匠がぽつりと言った。僕は亡霊と指したことがある。いつもの階段よりなんだか楽しそうな気がして身を乗り出した。手紙将棋を知ってるか?と問われてうなずく。将棋は普通長くても数時間で決着がつく。一手30秒とかの早指しなら数十分で終わる。ところが手紙将棋というのは盤の前で向かい合わずにお互い次の手を手紙で書いてやり取りするという、なんとも気の長い将棋だ。風流すぎて若者には理解できない世界である。ところが師匠の祖父はその手紙将棋を夏至と冬至だけというサイクルでしていたそうだ。夏至に次の手が届き、冬至に返し手を送る。年に2手しか進まない。将棋は一勝負に100手程度かかるので、終わるまでに50年はかかる計算になる。死んじゃいますよ。師匠はうなずいて、祖父は5年前に死んだと言った。戦争中のことだ。戦前に出た祖父は娯楽のない生活の中で、招待で将棋をさせるただ一人の戦友と、紙で作ったささやかな将棋盤と駒で、飽きることなく将棋をしていたという。その戦友が負傷して本土に返されることになった時、二人は住所を教え合い、ひとときの友情の証に、戦争が終われば手紙で将棋をしようと誓い合ったそうだ。戦友は北海道出身で住むところは大きく隔たっていた。戦争が終わり復員した祖父は約束通り当時に手紙を出した。26歩とだけ書いて。夏至に34歩とだけ書いた武骨な手紙が届いたとき、祖父は泣いたという。それ以来、年に2手だけという将棋は続き、祖父は夏至に届いた手紙への返し手を半年かけて考え、
当時に出した手にどんな手を返してくるか半年かけて予想するということを、それは楽しそうにしていたそうだ。5年前にその祖父が死んだ時、将棋は100手に近づいていたが、まだ勝負はついていなかった。師匠は祖父から将棋を学んでいたので、ここで馬鹿正直な年寄りたちの生涯をかけた遊びが途切れることを残念に思ったという。手紙が届かなくなったらどんな思いをするだろう。祖父の戦友だったという将棋相手に連絡を取ろうかとも考えた。それでもやはり悲しむに違いない。ならばいっそ自分が祖父のふりをして次の手を指そうと考えたのだそうだ。宛名は少し前から家の者に書かせるようになっていたので、師匠は祖父の筆跡を真似て24銀と書くだけでよかった。応酬はついに100手を超え、勝負が見えてきた。どっちが優勢ですか？俺が問うと、師匠は複雑な表情でぽつりと言った。あと17手で詰む。こちらの勝ちなのだそうだ。2年半前から詰みが見えたのだが、それでも相手は最善手を指してくる。花を持たせてやろうかとも考えたが、向こうが詰みに気づいていないはずはない。それでも投了せずに続けているのは、この遊びが途中で投げ出していいような遊びではないという証のような気がして、胸が詰まる思いがしたという。これがその棋譜と師匠が将棋盤に初手から示してくれた。2六歩、3四歩、7六歩。矢倉に棒銀という古臭い戦法で始まった将棋は、一手一手の間に長い時の流れを確かに感じさせた。俺も将棋指しの端くれだ。今でははっきり悪いとされ、刺されなくなった手が迷いなく刺され、十数手後にそれをカバーするような新しい手が刺される。戦後進歩を遂げた将棋の歴史を見ているような気がした。7四歩突き、同銀、6七馬。局面は終盤へと移り、勝負は白熱していった。ここで僕に代わり、2四銀とする。師匠はそこで一瞬手を止め、また同馬とした。次の桂跳ねで細く長い詰みへの道が見えたという。難しい局面で俺にはさっぱりわからない。次の相手の一手が投了ではなく、これ以上ないほど最善で、そして助からない一手だったとき、僕は相手のことを知りたいと思った。祖父と半世紀にわたってたった一局の将棋を指してきた友達とはどんな人だろう。思いがけない師匠の話に俺は引き込まれていた。不謹慎な階段と傍若無人な行動こそ師匠の人となりだったからだ。経験上その話には大抵嫌なオチが待っていることも忘れて、住所も名前も分かってるし調べるのは簡単だった。俺が想像していたのは、80歳を過ぎた老人が古い家で旧友からの手紙を心待ちにしている図だった。ところが師匠は言うのである。もう死んでいた。ちょっと衝撃を受けて、そしてすぐに胸に来るものがあった。師匠が相手のことを思って祖父の死を隠したように、相手側もまた師匠の祖父のことを思って死を隠したのだ。いわば優しい亡霊同士が将棋を続けていたのだった。しかし師匠は首を振るのである。ちょっと違う。少しドキドキした。死んだのは1945年2月。戦場で負った傷が悪化し、日本に帰る戦場で亡くなったそうだ。
ビクッとする。がぜんグロテスクな話になっていきそうで。では師匠の祖父と手紙将棋をしていたのは一体何だ。僕は亡霊と指したことがあるという師匠の一言が頭を回る。師匠は青くなった俺を見て笑い、心配するなと言った。その後向こうの家と連絡を取った。こちらのすべてを明らかにしたそうだ。すると向こうの家族から長い書簡が届いたという。その内容は以下のようなものだった。祖父の戦友は戦場で死ぬ間際に家族に宛てた手紙を残した。その中にこんな下りがあった。私はもう死ぬが、それと知らずに私へ手紙を書いてくる人間がいるだろう。その中に将棋の手が書かれた間抜けな手紙があったなら、どうか私の死を知らせないでやってほしい。そしてできうれば私の名前で応答をしてほしい。私と将棋をするのを何より楽しみにしている大バカで気持ちのいいやつなのだ。師匠は語りながら盤面を進めた。4一角、3二香、同銀ならず同金。その同金を角が取ってなった時に涙が出た。師匠に泣かされたことは何度もあるが、こういうのは初めてだった。あと17手、年寄りどもの供養のつもりで刺すことにしている。師匠は指を駒から離して、ここまでと言った。